コペルニクスの位置コペルニクスは月のクレーター。嵐の太陽の東部9.7度 N20.0 度 W に位置する直径93キロ、深さ3760メートルのクレーターで顕著な光状を伴い月面でよく目立つ。コペルニクス台の8億年前に形成されたと推測されている。ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクスにちなんで名付けられた。 コペルニクスは双眼鏡でも見ることができる。月の地球の方を向いた半球の中心より少し北西に位置する。南方には島の海が南南西にはラインホルトがある。コペルニクスの北側にはカルパティア山脈が雨の海の南限を遮っている。また西にはまばらな丘陵地帯の向こうにケプラーが光城を放っている。 比較的新しくできたクレーターなので形成された当時の形を残している。外輪山は六角形をしており、内壁は階段状になっている。底面には高さ1200メートルほどの中央級がいくつかある。外輪山の外側は30キロにわたる斜面となっており、周囲の海より900メートル競り上がっている。周壁の内側には3段の段丘と、 クレーターの瓦礫の崩落により生じた弓形の地崩れを見ることができる。新しくできたクレーターなので、クレーターの底面は溶岩で覆われた跡はない。底面は南半分は丘が多く、北半分は比較的平坦である。中央級は3つの独立の山からなり、高さは底面から1200メートルくらいである。これらの山は谷によって隔てられ、 東西の軸に沿って険しい線を形成している。これらの山は1980年代に赤外線による観測によりマグネシウムや鉄を含む観覧石からなるとされた。ルナーオービター5号からの構成サイドの画像をもとにアメリカ地質学研究チームのテリー・ w オフィールドはクレーターについて次のように述べている。クレーターには丘の多い円があり。 無数の大きな崩落した破片が周壁や中央丘の上に乗っている。平行する割れ目のセットが月の構造的な格子に足並みを揃えている。これらはクレーターの周壁が現在の形になった後、底面の最も滑らかな物質ができるより前に形成された。ありがとうございます。